ここはハドロンホール南側にあるケール実験施設です。ここでは中性の寿命の長い低中間子が中性のパイゼロと2つのヌートリノに崩壊する低ロングパイゼロニューニューパーと呼ばれる崩壊の探索実験を行っています。こちらがそれに使う検出器となっています。ケーロングパイゼロニューニューバー崩壊というのは理論的には予想されているんですけど、その起こる崩壊確率が 3×10 のマイナス11乗と非常に小さいためにまだ観測されたことがありません。そこで我々は世界初の観測を目指してここで実験を行っています。でこの崩壊は崩壊の確率が物質と反物質の違いを表すCP 対称性の破れの大きさに比例していて、この崩壊を測定することで物質と反物質の性質の違いを研究することができます。で我々は中性の低中間子ビームを使っているんですけど、このビーム中には中性子も混じってまして、中性子が空気と反応を起こすと中性のパイゼロを作ってしまい、それが偽事象となってしまいます。そういった事象をなくすために我々は測定器を全部この真空タンクの中に設置して測定を行っています。でこの測定器の真ん中には時計ロングが崩壊するための崩壊領域と呼ばれる大きな領域があるんですけど、その周り側面部に可電粒子検出器や光子検出器を並べて、ケーロングから崩壊して出てくる粒子を検出するための検出器群が設置されています。